始まりました UQTV。 読谷村地域振興センター LED ビジョン限定で放送する LED ビジョン番組。今週放送された UQAN TV をダイジェストでお送りします。読谷村で起こった出来事を動画で振り返りながらお楽しみください。さちに月曜日から放送サビンロ。読谷村より特別定額給付金のお知らせです。新型コロナウイルス感染症緊急経済対策が閣議決定され、感染拡大防止に留意しつつ、簡素な仕組みで迅速かつ的確に家計への支援を行うため、特別定額給付金事業が実施されることとなりました。読谷村では給付対象者基準日4月27日において住民基本台帳に記録されている方、こちらが給付対象者となります。受給権者は給付対象者に属する世帯の世帯主となっています。給付額は給付対象者1人につき10万円となっています。ここで申請から給付までのスケジュールを確認していきます。5月2日にオンライン申請が受付開始となります。また窓口での申請に関しまして、村から申請書を世帯主様宛に送付いたします。申請書の発送は5月下旬を予定しております。続けて6月1日、この日に受付開始、審査給付手続きとなります。それから6月上旬に給付開始となります。申請期限につきまして、こちら受付開始から3ヶ月後8月31日までが申請期限となっています。オンラインによる申請の場合も同様の日程で実施予定となります。ここで現在すでにオンラインの申請が受付が始まっているということで、オンライン申請に必要なものを紹介していきます。まずはじめに世帯主の方のマイナンバーカードが必要となります。こちらは通知カードではオンライン申請はできませんのでご注意ください。各家庭に郵送されたと思うのですが、こちら紙製で顔写真がないもの、こちら通知カードとなっています。こちらはマイナンバーカードではなく通知カードなので、ご注意ください。新規でマイナンバーカードの交付申請を行う場合は、申請から交付まで 3,4 週間かかりますのでご注意ください。続いてマイナンバーカードの利用者証明用電子証明書の暗証番号が必要となります。こちら4桁の番号となっています。マイナンバーカードの有効期限切れ、また暗証番号をお忘れの場合は、役場窓口でのお手続きが必要となりますのでご注意ください。それからマイナンバーカードの署名用電子証明書の暗証番号、こちらは6桁から16桁の英数字となっております。こちらの暗証番号も必要となります。またマイナンバーカードの有効が切れている方、それから暗証番号をお忘れの場合は、こちらも村役場でのお手続きが必要となります。続いてぴったりサービスに対応するパソコン、またはスマートフォン、ネット通信できるものですね、こちらが必要となります。ぴったりサービスとは、地方公共団体が提供している、行政サービスを検索したりオンライン申請できるサービスの総称となっています。続いて振込先口座の確認書類のデータが必要になります。こちら口座番号、金氏名などが分かるもの、こちらの書類のデータが必要となります。詳細は読谷村役場ホームページ、こちらは LINE でも飛ぶことができます。それから読谷村新型コロナウイルス感染症対策推進室、電話番号は098-982-9200、098-982-9200までご連絡ください。続々と各市町村では定額給付金の手続きなどが進んでいると思うのですが、それに伴ってですね、新型コロナウイルス感染症に関連した、
不審なファックスやメールが届いているとの情報が入っております。県内ではコロナウイルス助成金特例助成金緊急案内などと記載された不審なファックスが送られてきたとの相談が沖縄県警の方に入っております。また県外では1日10万円お金受け取るだけなどとツイッターを使い犯罪行為を誘う投稿などがありますので、こちら注意ご注意ください。防犯のポイントとしては絶対に個人情報を教えないようお願いいたします。それから不審なメールに記載されている電話番号や URL に連絡しないようお願いいたします。助成金や給付金の問い合わせはご自分で役所や窓口の連絡先を確認して連絡ください。それから、怪しいなおかしいなと思った、メールやファックス連絡が来た場合は、ご自分で考えずに家族、知人、それからお近くの警察等へ、相談するようお願いいたします。UQTV 5月16日土曜日沖縄タイムスの記事を抜粋しながら紹介していきたいと思います。こちら株式会社沖広産業から読谷村へマスク1万枚の寄贈がございました。産業廃棄物処分業の沖広産業の泉忠夫社長は8日村役場に石峰伝日村長を訪れマスク1万枚を寄贈しました。泉社長は読谷村が新型コロナに打ち勝てるよう微力ながら寄贈する、一緒に危機を乗り越えていきたいと話しました。石峰村長は医療機関や介護施設、保育施設などでまだまだ多くのマスクを必要としている、貴重な不織布のマスクを有効に活用したいと感謝しました。続いて読谷キッズ学童クラブ読谷村へマスク3000枚寄贈の話題をご紹介いたします。こちらは昨日沖縄タイムスに掲載された記事を抜粋しながら紹介していきたいと思います。村土気市の読谷キッズ学童クラブは11日、村にマスク3000枚を寄贈しました。代表の古源亮太さんが知人の業者から入手したといい、医療施設や介護福祉施設など高齢でマスクが手に入らない方などにぜひ配っていただきたいと話しました。受け取った村健康推進課の日屋根道夫課長は、村内の医療や福祉機関でマスクが手に入らない状況の中、こうした善意を寄せていただき本当にありがたいと感謝しました。どんどん読谷村へですね、たくさんのマスクを寄贈していただいているんですが、そんな読谷村ではですね、読谷村ウムイアーチ手作りマスク専任プロジェクトと題しまして、余力のある方に読谷村にマスクを寄贈していただいて、そのマスクを村内で必要とする方や施設などに提供していくというプロジェクトを行っております。目標枚数は読谷村民一人一人に行き渡るように4万枚を設定しております。4月8日から始まったこのプロジェクト、771人の寄贈者がありまして、現在23,624枚の、マスクの寄贈がありました。ほぼ、6割近く、目標枚数の6割近くを、達成しております。まだまだ読谷村ではまだまだ手作りマスクを受け付けております。1枚からでも受け付けております。受付先は読谷村役場福祉課まで、電話番号は982-9209、982-9209までお寄せください。UQTV 現在、ユンタンザパークゴルフ場、こちらが5月15日金曜日から利用可能となっています。それから、ソベ公園、ユーバンタ公園、トゥマイグスク公園、セーラの森公園、ザキミ城跡公園、ザンパ岬公園、こちらが5月15日金曜日から通常利用が可能となっております。読谷村健康増進センター、こちら5月18日月曜日からトレーニング室とスタジオが利用可能となっています。本日からですね。それから18歳未満の利用につきましては5月22日金曜日から可能となっています。それから温水プールについては順次再開していく予定です。こちらの情報は5月15日金曜日
金曜日時点での情報となっています。最新情報は読谷村役場ホームページをご確認よろしくお願いいたします。 UQ TV 。はい、ということでこのコーナーでは皆様からお寄せいただいた写真や動画を紹介していくコーナーとなっています。なんとですね、中曽根局長のお孫さんハロちゃんが1歳の誕生日を迎えたということで、タンカー遊泳の様子をご覧いただきたいと思います。 VTR スタート。こちら中曽根局長から提供いただいたハロちゃんのお孫さんですね、ハロちゃんのタンカー遊泳の様子の映像をご覧いただきながら、私のタンカー遊泳の解説をしていきたいと思います。タンカー遊泳とは、沖縄でですね、赤ちゃんの1歳の誕生日に行われるお祝いのことでですね、親戚や家族も一堂に会して、やる内容となっておりますが、こちら赤飯、墨と筆、それから本、お金、そろばん、鉛筆、ハサミを並べて、それらの中で子どもが何を手に取るかで将来性を占うというものになっております。で、先ほどハロちゃん、筆を取りましたが、こちら物に取ったものによってですね、意味がありまして、筆の場合は役人になれるという、将来役人になれるという意味になっております。公務員さんになるんですかね。で、先ほど、ハサミを取りましたが、こちらはお裁縫が上手になるという意味になっておりまして、今電卓取ってますが、本当はソロバンなんですけれども、現在は電卓に代用しておりますね。電卓は商売上手になるという意味がありますね。ということで、はい、今ですね、本を取りましたが、本は頭が良くなるという、まあ、頭が良くなるという意味なんですけれども、塗り出しでしたね。もしかしたらこれは絵が上手くなるとかですかね。はい、現代ではですね、もう物がどんどん変わっていってですね、楽器を置いたりとかするそうですよ。ということで、親戚一同返して皆さん、すごい僕は見たことないケーキ見たことない大きいケーキでお祝いしておりますね。ということで、ろうそくを1歳の誕生日のろうそくをお母さんが吹き消したということで、現代ではお母さんが吹き消すスタイルになったんですかね。ということですね、本当にもう可愛い お孫さんの、映像をご紹介いたしました。ありがとうございました。やっぱり YouTube TV ね。 FM 読谷プレゼンツ母の日特別企画、お母さんの絵コンクール。はい、今月5月10日は母の日にちなみまして、今月はお子さんが描いた母の、お母さんの絵をご紹介していきます。本日の絵はこちらです。読谷村在住のそよかちゃん6歳としおりちゃん4歳の姉妹の、お母さんの絵をご紹介いたします。そよかちゃんの6歳の絵からこちら、メッセージを、添えまして、ママありがとう、ママそよかママ大好きだよ、ママの絵描いたよと、とても笑顔が素敵なお母さんの絵を描いております。しおりちゃん4歳の絵もご紹介いたします。あ、こちらもですね、歯をニコッと見せて、笑顔のお母さんの絵を、お母さんの絵ですね。こちら、そよかちゃん、しおりちゃん、素敵な絵ありがとうございます。続いては火曜日の出来事、 VTR スタート。村立幼稚園および小学校中学校の学校再開についてお知らせいたします。こちら授業再開日が5月21日木曜日となりました。対象は村立幼稚園、こちら預かり保育も含みます。それから村立小学校、村立中学校、こちらが5月21日木曜日より授業再開となります。続いて小学校の入学式についてお伝えいたします。こちら小学校の入学式の日程が5月21日木曜日となります。受付は朝8時30分、開始は9時15分となります。こちら感染予防対策として会場の保護者の入場は1名のみとなります。
入場の際はマスク着用、そして入り口での消毒を実施の協力をお願いいたします。続いて給食についてお伝えいたします。こちら5月21日木曜日の再開日より通常通り提供いたします。なお入学式のある小学校1年生は、その翌日5月22日金曜日から提供いたします。それから幼稚園についても、お昼ご飯それからおやつを通常通り提供いたします。続いて部活動についてお伝えいたします。まずは小学校からお伝えいたします。6月1日月曜日より、部活動再開いたします。続いて中学校をお伝えいたします。5月25日月曜日より、1時間以内に短縮するなどの段階的再開を、いたします。再開については3密防止に配慮した、練習メニューの工夫を行います。 UQTV ウミンツ食堂が、営業を再開いたします。もう現在再開しております。5月16日土曜日から再開しております。営業時間はしばらく短縮となります。営業時間は、午前11時から午後3時まで、午後2時が、ラストオーダーとなっております。続いてオンラインショップ富谷の港開設のお知らせです。こちらの商品を少し紹介していきましょう。まずはじめに冷凍もずく丼イカスミ汁セット税込み4200円。こちら地元の学校給食で子どもたちに人気のもずく丼と漁協の食堂でナンバーワン人気のイカスミ汁、鍋で温めるだけで沖縄の味が楽しめるお得なセットとなっております。セット内容はもずく丼3袋イカスミ汁2袋となっております。続いて生の海ぶどう 250g こちら税込み1755円となっております。沖縄県読谷村の太陽をたっぷり浴びた永久品海ぶどうの養殖場の水槽にはミネラルいっぱいの海水を汲み上げ循環させ海んちのたっぷり愛情で育ててます。海ぶどうはビタミンやカルシウム鉄などのミネラルを豊富に含み低カロリーでヘルシー自然食品で大人気の商品となっております。海ぶどうはこの他にも500グラムのサイズ3500円、それから1キログラムのサイズ6500円をご用意しております。はい、ここで、オンラインショップ、富谷の港の公式ホームページのアクセスについてご紹介いたします。 Facebook で読谷村漁業協同組合と検索していただき、すると Facebook のアカウントに飛んでいただきます。そこに公式ホームページの URL がありますので、そちらからオンラインショップ富谷の港のホームページに飛ぶことができます。お買い求めの際はぜひこちらから飛んでみてください。 UQTV こちら琉球新報5月17日日曜日に、掲載された記事の中から紹介していきます。新型コロナウイルスの影響を受け生活に困っている人を助けようと読谷共同産業が13日村社会福祉協議会に5キロの熊本県産特別栽培米日の光200袋を贈呈しました。お米は生活支援が必要な家庭や一人親世帯などに配布するほか村母子家父福祉会による食事の無料提供あったかご飯プロジェクトなどで活用されます。読谷共同産業の安田義則取締役業務部長は何かと自粛が続く今だからこそおいしいお米を食べコロナを乗り越えてほしいと思いを語りました。村社協の長浜正夫会長は経済活動の停滞で企業が一番困っているはずなのに心遣いがありがたいと述べました。ということで5月17日日曜日付の琉球新報の記事から紹介させていただきました。現在コロナウイルスの影響でですね一番民間の企業は本当に大変な状況だと思います。その中でですね他社を思いやってこういった支援をしてくれるというのは本当になかなかできないことだなと思いますし素晴らしいことだなと思いました。 UQTV こちらロイヤルレストランが、ランチが、5月22日金曜日に営業を再開いたします。それからディナーにつきましては6月から、毎週
金土日の日程で営業を再開いたします。続いてビアガーデンが6月1日月曜日より営業を開始いたします。こちらは夏季限定の営業となっております。続いてロイヤルレストランケータリング弁当受注再開のお知らせです。こちらは、お弁当のご注文が各種10個より受けたまわりますのでご注意ください。こちらお弁当のご注文が各種10個より受けたまわります。続いて読谷嘉手納地区、こちらに関しましては配達が無料となっております。しかしながら2万円以上のご注文に限り配達無料といたします。なおご予約は3日前までにお願いいたします。詳しいお問い合わせご注文の連絡先に関しまして098-956-3321 098-956-3321、こちら受付時間が午前9時から午後5時までとなっておりますのでご注意ください。続いて居酒屋ごさまる営業再開のお知らせです。営業再開日が6月1日月曜日となっています。詳しいお問い合わせは098-957-0530 098-957-0530 までお問い合わせください。 UQ TV はい、ということでこのコーナーでは皆様からお寄せいただいた動画や写真を紹介していくコーナーとなっております。なんとですね、僕は今日あまり、ちょっと情報がなくてですね、なんとあなたの知らないマサマジックエピソード3になる、動画をですね、ご紹介するとのことです。 VTR スタート。うん、皆さんこんばんは。マサマジックです。今日はこれ、白い紙、これを消すマジックを披露いたします。見えますよね。いきますよ。あります、あります。大丈夫です、大丈夫。なんかね、中には嘘ついてるでしょうとかって言ってるんですよ。じゃあ見えます、これ。いきますよ、これ。いきます、いきます。ないですよ。で、そうだよ。飛んでる。飛んでる、飛んでる。来た。ん？あ、口にない。ちょっと待ってよ、飛んでる。鼻？あれ？鼻じゃない。耳？あ、あ、インポッシブル。 UQ TV FM 読谷プレゼンツ母の日特別企画、お母さんの絵コンクール。5月10日は母の日にちなみまして、今月はお子さんが描いた母のお母さんの絵をですね、紹介していきます。今日のお母さんの絵はこちらとなっております。こちら読谷村在住読谷ちゃん、木名小学校2年生が描いてくれました。こちらとても可愛らしいお母さんの絵が描かれております。周りにある花束はですね、なんと、折り紙
で自分で折って作成したそうです。いや、ゆみなちゃんありがとうございます。続いてこちら、読谷村在住のひなたくん10歳とマーナくん5歳の兄弟が作ってくれました。こちらはアポロの、アポロというお菓子のですね、箱で作ったしおりとなっております。こちらしおり制作がなんと、ひなたくん、そして字の、メッセージがですね、お母さん、へえ、いつもお仕事ありがとうよってすごいラッパな感じで書いてるんですが、イケイケな感じですね。そして絵をですね、お母さんの絵を、メガネをか、メガネをかけたお母さんの絵をですね、マーナくんが描いておりますということで、いや本当に素敵な、しおりとなっております。ゆみなちゃん、しおりくん、失礼しました、ひなたくん、マーナくん、写真ありがとうございました。お伝えしよう、 AV センターとは最新ニュースや地域の身近な話題を届けるための放送局、通信システム。番組制作を支援する映像音響制作機器、各種教育音響機器、会議用機器装置、もちろんメンテナンスも万全。分かっていただけただろうか、私の仕事、沖縄科学 AV センター。大型 LED ビジョンなら沖縄科学 AV センター。美しい映像、ダイナミックな演出、今までにない感動を体感できる映像配信者、メディアランナーもお任せ。大型 LED ビジョンなら沖縄科学 AV センター。続いては水曜日の出来事 VTR スタート。ポンコペイコさん、あゆみちゃん、マスク届きました。みんな拍手。こんなにたくさん、どうもありがとうございます。ありがとうございます。はい、まさかこんなにですね、送られてくるとは思ってなかったので、スタッフみんなびっくりしました。本当にありがとうございます。またこれからも私たちもですね、コロナに負けないようですね、放送も頑張っていきたいと思いますので、ぜひ引き続き、見て聞いて楽しんでいただけたらなと思います。そして、スタッフの方一人一枚いただきまして、その後、パンコペンコさん、そしてですね、あゆみちゃんが言っておりましたお手紙もね、読ませていただきまして、読谷村のウムイアーチ手作りマスク専任プロジェクトの中の方に、また村長の方にですね、私に行きたいと思いますので、ぜひ私たちの方が代わりに持っていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、本当にありがとうございました。ありがとうございます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 。すごい。 UQTV。 新型コロナに勝つぞ、絶対負けないぞ、エイエイパワー。はい、ということでこのコーナーでは皆様からお寄せいただいた動画や写真を紹介していくコーナーとなっております。本日は、中松さんから提供いただいた動画を紹介いたします。こちら、我が家のプロのステイホームを、紹介するとのことです。それではこちらの動画をご覧ください。 VTR スタート。我が家の猫は全部で4匹、外に出たことのないプロのステイホーム。そんなプロのステイホームの中に奇跡の子がいる。その子は名護の親戚の家に行った際、どういうわけか中松さんの車のボンネットの中に入ったらしい。それを知らず沖縄市の家まで、しかもその日ではなく、気がついたのは翌日。庭の掃除をしている時に、うん、うん、という声で気がついた。その日から我が家のプロのステイホームが増えることとなった。UQTV FM 読谷プレゼンツ母の日特別企画、お母さんの絵コンクール。今月の5月10日は母の日にちなみまして、お子さんが描いたお母さんの絵を紹介していくコーナーとなっています。早速絵を紹介していきましょう。こちらです。本日は読谷村在住ひまりちゃん5歳、それからあかりちゃん3歳の姉妹がそれぞれ描いていただきました。
まずはひまりちゃん5歳お姉ちゃんの方から紹介いたします。こちらね、なんとこちらは、メッセージ付きですね。なんと父ちゃんが書いた文字を真似して書きましたということで、こちら母ちゃん大好きだよ、おいしいご飯いつもありがとうというもう感謝を込めた、本当にこうひもうひすこもうこの筆圧が強いんですよ。感謝すごい感じますね。それから右上には太陽のようなね丸いお母さんの絵が描かれております。にっこりしたお母さんの可愛らしい絵が描かれております。続いてあかりちゃん紹介いたします。あかりちゃん3歳妹さんですね。こちら紹介いたします。こちらはねすごいシンプルです。本当にシンプルに描かれております。ピンクのクーピンのみを使ってですね、こちら描かれておりますが、描かれているのもなんと、顔と目だけということで、本当に目が印象的なお母さんなんですかね。非常に、マスコット的な可愛らしさがあります。はい、ひまりちゃん、それからあかりちゃん、素敵な絵をありがとうございます。続いては木曜日の出来事、 VTR スタート。村内の幼稚園、小学校、中学校、高校の学校が再開いたしました。そして小学校と高校は重ねてですが、本日入学式が行われました。あいにくのお天気だったんですが、無事、入学式が行われたようです。普段行われているあの体育館でのみんなで集まっての入学式ではなく、新型コロナウイルスの感染症対策として分散登校という形で、入学式が行われた模様です。はい、これから学校生活が始まっていく中で、皆さんの学校生活がより充実したものになりますよう、私も心からお祈り申し上げます。で、新たにこの久しぶりにね、制服をに袖を通した人たちもいて、なんかなんて言うんだろう、2年生3年生だけど、なんだろうな、この新鮮な気持ちの人も多いんじゃないでしょうか。でちょっと舞い上がっていく気持ちもわかるんですが、この感染症対策が完全に収束したわけではないので、気を引き締めながら学校生活も楽しんでいってください。さあ、高校の入学式もあり、高校生は自転車通学の方もいるかと思います。また子どもたちはこれから外に出る機会もどんどん増えていくかと思います。自転車で出かける機会もあるのではないでしょうか。実は今月5月は自転車月間です。5月5日が自転車の日、ということで5月1日から31日までが自転車月間と定められています。こちら沖縄県警本部より、自転車の事故の原因をいくつか挙げてますので、こちらを紹介したいと思います。事故の原因は交差点での安全確認が不十分、自転車の車体が小さく車などの車両から見落とされやすい、また自転車は免許がなくても乗れるため交通ルールやマナーの意識に乏しい。はい、今年はですね、まあ、同じく新型コロナウイルスの影響で、交通安全の啓発運動なども中止になったり延期になったりしています。なので交通ルールやマナーをちゃんと勉強していない子どもたちもいるかと思います。で、勉強したことがある子も外に出ることがなく家の中で過ごしているので、この忘れてしまっている部分もあるかと思いますので、大人も子どももみんなで一緒に改めて交通ルールを確認してみましょう。はい、交通安全利用5原則というものがあります。自転車の乗る時の原則ですね。まず1つ目、自転車は車道を走るのが原則です。歩道は例外となります。2つ目、自転車は車道の左側を走行するのがルールです。3つ目、歩道は歩行者優先の道路です。自転車は車道寄りを徐行しながら走ること。4つ目、安全ルールを守ること。5つ目、子どもはヘルメットを着用して自転車に乗ること。さあ、このうちの4つ目の安全ルールを守るということですが、安全ルールとは一体どういったものがあるんでしょうか。一緒に見ていきたいと思います。はい、安全ルール3つあります。1つ目、交差点では信号機や一時停止の交通規則に従う。また自転車に乗るときは時間にゆとりを持つ。急いで乗ってしまうと、このね、闇雲に走って交通ルールを無視して走ってしまったりしますからね、時間にゆとりを持って行動すること。3つ目、
夜間は前の明かりを点灯し、前方の道路状況に注意を払うこと。はい、このランプとかもありますから、それもしっかりつけて、夜中のは走ってください。さあ、こういった注意をしていても起こってしまうのが事故です。しっかりルールを守っていても、相手が守っていなかったりする場合もあります。でも自分が加害者になったり被害者になったりする場合もあります。こういったルールを守ることでぐっと事故の確率は減るんですが、それでも起こってしまう、そういった時に、心強いのが保険です。皆さんは自転車保険に加入していますか？保険にはいくつかの種類があるので一緒に確認していきましょう。まず1つ目、 PTA や学校の保険、皆さんは入っていますか？2つ目、皆さんが入っている自動車の任意保険、火災保険、損害保障の保険などに自転車事故の保障はありますか？3つ目、あなたが乗っている自転車にTS マークはついていますか？はい、この3つ目、 TS マーク、聞いたことある方もいるかと思いますが、耳なじみのない言葉です。 TS とはですね、トラフィックセーフティーという交通安全の英語ですね。英語の トラフィックセーフティーの頭文字を取った TS マークというものがあります。こちらは自転車を購入した時に必ずついているシールなんですけれども、赤と青の2つがあります。こちらはこの自転車はしっかり整備点検されているよという証、そして保険に入っているよという証なんですけれども、青と赤で保証額が違います。はい、こちらは沖縄県 TS マークと検索していただければ、皆さんが乗っている自転車が一体どういった保険に入っているのか確認することができるので、ぜひ検索して、自分が乗っている自転車は点検期限を過ぎていないか、ちゃんと保険に入っているか確認してみてください。こちらの保証期間は1年間なので、過去に自転車を買って、ずっと点検していない人とかは今一度改めて確認してみてください。ということで、今日の一番ニュースは村内幼稚園、小学校、中学校、学校再開と入学式のお知らせ、そして自転車月間についてのお知らせでした。 YouTube TV、 ホテル日光アリビラホテルアワード受賞歴ということで、はい、もう自粛が解除されたとはいえ、まだまだ外に出ることはできません。ホテルなんてまだね、ちょっと行ってもいいよって言われても、なかなか心のね、この鍵が開かないなって思うところなんですけども、実は私劇団に入っていまして、お芝居やってるんですよ。ということでね、この私の想像力で皆さんを一緒にホテル日光アリビラにお連れしたいななんて思います。いきますよ、 3、2、1。 聞こえてきましたか？ホテル日光アリビラの優雅な音楽、そして景色、ここで皆さんにホテル日光アリビラが一体どういう場所か改めてご紹介したいと思います。ただいま ホテル日光アリビラは、新型コロナウイルスの感染症対策として休業中なんですが、実は、ホテル日光アリビラたくさんの賞を受賞しているんです。この解除された際には皆さんぜひ足を運んでいただきたいなという思いを込めて、これまでに受賞した賞を紹介していきたいと思います。まず1つ目、日本最大級のインターネット予約サイトの一つ、楽天トラベルが主催する楽天パック賞において、全国で楽パックを取り扱う約2万件の登録宿泊施設を対象とし、楽パックにおけるシェア、前年の同比の伸び率、販売率をもとに楽天トラベルが総合的に評価を行い、各地域で最も優秀な宿泊施設に贈られる楽天トラベル JAL 楽パック賞大賞2019を受賞いたしました。しかもこちら2年連続の受賞となっています。はい、2つ目、オンラインホテル予約サイトアゴダにおいて、宿泊者の口コミで優れた評価を受けたホテルとしてカスタマーレビューアワード2019を受賞いたしました。素晴らしい、 8.3 です。8点、失礼しました、 8.7 ですね。はい、続きまして最後に、
世界最大の旅行口コミサイトトリップアドバイザーにおいて、国内の旅行者から寄せられた口コミをもとに作られ、今年初めての発表となるトリップアドバイザーで家族旅行に人気、沖縄ホテルランキング2019にて1位を獲得しました。またトラベラーズチョイスホテルアワード2019にてホテル日光有平はファミリー部門で日本ランキング5位に選ばれました。こちらは6年連続のランクインとなっています。トリップアドバイザーのトラベラーズチョイスは世界中から集まった数千万の口コミをもとに決定されています。はい、ただいまご紹介したのは昨年2019年度の受賞ののみですね。この他に2019年度だけで、この他6つのアワードを受賞しています。もちろん賞を受賞しているのは昨年度だけではありませんので、これまでにいくつもの賞を受賞してきたことが伺えます。さあ、このホテル日光有平、ふるさと納税も1位なんです。こんなに選ばれるホテル日光有平、3つのポータルサイトからふるさと納税することができます。そのうちの1つ、ふるさとチョイスでは、金額に応じて宿泊券や電子感謝券を、受け取ることができます。この新型コロナウイルスが収束した際にはご家族、ご友人、恋人と旅ができる日を思い描きながら、ふるさと納税を活用してみてはいかがでしょうか。 UQ TV。 令和2年7月12日日曜日に開催を予定しておりました第36回読谷村ハーリー大会は、新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため中止することを決定いたしました。毎年読谷村ハーリー大会を楽しみにしていてくださった村民の皆様には大変残念なお知らせとなりましたが、参加者、来場者の皆様の健康と安全を第一に考え、ご理解ご協力をお願いいたします。 UQ TV。 読谷村内の一部施設が、利用を再開いたしました。ご紹介します。読谷村立認可保育園が本日21日木曜日から通常保育が始まりました。放課後学童クラブも本日21日木曜日から再開しております。さらに読谷村立図書館は6月3日水曜日から開館を予定しています。続きまして、地域子育て支援センター羽ばたけ集いの広場、こちらは本日21日木曜日から再開しています。続きまして、未来児童館、こちらも本日21日木曜日から再開しています。続きまして、読谷村老人福祉センターセーラ園、こちらは5月25日月曜日から再開いたします。続きまして、道の駅きな番所、こちら本日21日木曜日から再開しています。読谷村伝統工芸総合センター、こちらも本日21日木曜日から再開しています。以上の情報は、昨日20日水曜日時点での情報ですので、最新情報は読谷村役場ホームページをご確認ください。 UQ TV。 なんとですね、今日はスペシャルゲストとして、はい、J リーグ1位走る男、そしてミスターサガントス、はい、バンディエラの高橋よしき選手がリモート中継でつないでおります。高橋よしき選手、聞こえますか？おはようございます。はい、おはようございます。わー、できましたね。素晴らしいです。いやいやいや、ほんとまさかね、もう長年の夢が叶いました。はい、まあ、本当はねスタジオに来てほしかったんですけど、まあ、キャンプの時からずっとアプローチしていて、うん、読谷キャンプ本当にね、もう9年目を迎えて、はい、うん、ずっと我々読谷村のサガン鳥栖サポーターズクラブが待ち焦がれていた高橋よしき選手が、はい、なんと生出演をしてくれるということで、本当にありがとうございます。はい、いや、こちらこそありがとうございます。いやいや、なんかね、今日よしき選手ピンクのシャツをつけてるんですね、うん、あら、紹介してもらいましょうよ。ピンクのシャツ、うん、どういったシャツかということで、なんとね、いやいや、もう本当に読谷村みんならみんな知ってる、はいはいはい、あの読谷村のね、はい、読谷のT シャツをつけてるんですよ。あ、嬉しいね、ありがとうございます。いやいや、まあ、あの今 J リーグ
が中断ということで、うん、まあ、いろいろね、はい、まあ、先週の全国放送でもあったんですけど、うん、サガン鳥栖が練習を再開したということで、うん、5月15日から、はい、どうですかね、まあ、再開するまで約3ヶ月近く2ヶ月半ぐらいか、はい、リーグ中断があったんですけど、その間の過ごし方っていうか、どんな感じで。そうですね、まあ、リーグが中断されて、うんうん、まあ、少しの間はチーム練習ができたんですけど、はい、チーム練習もできない状況で約1ヶ月から半から2ヶ月ぐらい、はい、もう一人で動く状況で、はい、まあ、仲間ともボールも蹴れない状況だったので、うん、やっぱり外に出てランニングとかっていうのは普通にできたんですか。そうですね、ランニングだったりはやってました、うん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 、で、まあ、基本やっぱりその家でのトレーニングが多くなっていて、はいはい、まあ、1週間ちょっと前からチームの仲間と、はい、まだこう接触とかできないんですけど、はい、そのボールを蹴れるっていうだけで全然もう気持ちが、そうですよね、はい、子供たちがいっぱいこう聞いてくれてるってことなので、うん、まあ、リーグ再開された時にその子供たちに勇気づけたり元気になるようなプレーを見せるように頑張りたいと思います。あ、嬉しい、はい、本当に読谷村のラジオ FM 読谷に本当に出れてすごい嬉しいです。一つの夢が叶いました。ありがとうございます。再開後、うん、本当に強いサガン鳥栖をお見せできるように、クラブ一丸となって頑張っていきたいと思いますので、読谷村の皆さんも、もちろん佐賀の皆さんも応援よろしくお願いします。リモートでこうラジオに出るって、大きな感覚で、うんうん、すごい面白かったですし、この読谷村本当大好きなので、こう読谷村の方々とこうつながれるっていうのは非常に嬉しいですね。わあ、こんなお言葉が聞けるなんて嬉しいですよ。ありがとうございます。再開したら我々こぞっても行きますので、再開したにぜひまたその時は熱い走りを見せてください。いや、僕もプライベートで早く読谷村に行きたいですね。プライベートでね、今日いろんな写真見せたから。またこれからね、はい、また活躍が期待されますので、意気込みを教えてください。お願いいたします。そうですね、本当にこの期間本当に皆さん苦しい生活といいますか、大変な時期を過ごされていると思いますので、コロナがこう収束した後に勇気づけれるような元気になるような試合をできるようにしっかり頑張りたいと思いますので、またぜひ試合見に来てほしいですし、見に来れない方はこうテレビでもいいので応援してください。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。UQ TV 新型コロナに勝つぞ、絶対負けないぞ、エイエイパワー。はい、もうこのオープニングにいつも心をやられてしまいます。はい、本日はですね、心温まる看板と題しまして、玉城さんから写真を提供していただきました。こちらです。はい、玉城さんが経営しておりますべっぴんという美容室のお店の並びに、割烹和歌というお店があります。その駐車場に大人の背丈ほどの大きい看板が立っていたそうです。写真にありますね、こちら文章が書いてありますので読んでいきたいと思います。小学生、中学生、高校生の皆様、もう少しでみんなに会えるからね。新しい小学1年生のみんな、早く新しいお友達に会いたいね。でももう少しだよ、頑張って待っていようね、とコメントが載っています。はい、玉城さんからのコメントですね。ずっと気になりながら車を運転していたので読めなかったのですが、今しがた読んでみました。心温まるメッセージだと思いました、と。本当にそうですね、こういうなんか顔も知らないかもしれないけど、この地域の人が地域の子どもたちをなんか陰で支えている感じがすごく、あ、なんだろう、私も胸が熱くなる思いです。写真提供ありがとうございました。 UQ TV FM 読谷プレゼンツ、母の日特別企画、お母さんの絵コンクール。さあ、5月10日は母の日でした。ということで FM 読谷では5月いっぱい母の日の絵を募集しています。作品が届いているようなので見てみましょう。どうぞ。
はい、1枚目は読谷のコータさん、いつもニコニコ笑顔のお母さん、おいしいご飯をいつもありがとうとコメントが添えられています。お母さんの後ろにヨミトンがお花を持っていますねすごく温かい絵です。ありがとうございます。続きまして、読谷村在住国吉花ちゃん4歳、はい、こちら国吉純さん、体験王国紫村の歩くイケメンと言われている国吉純さんの天才娘ちゃんです。お母さんのすごい独創的なイラストですね。緑の目とオレンジの目がギラギラ輝いています。お母さんいつもありがとうとコメントも添えてますね。はい、素敵な写真ありがとうございました。続いては金曜日の出来事。特別定額給付金申請書の発送、こちらの方が本日5月22日金曜日に郵送による申請書を全世帯へ配送いたします。こちら申請書が届き次第必要事項をご記入、必要書類を添付の上返信用封筒に返信をお願いいたします。さあ、この中には返信用封筒が入っているということ、皆さんしっかり覚えててくださいね。読谷村より読谷村内外国人居住者へお知らせです。それでは英語でのアナウンスです。From government office in Yomita Village about special cash payments. Due to COVID-19, the Yomita Village office implements economic supporting measures of 100,000 yen for one eligible per person of the household. It applies to the resident recorded to basic resident registration in Yomita as of April 27, 2020. Application forms of these measures will be sent to the head of the household in late May 2020. Persons applying for it by mail are required to send back a copy of My Number card, a health insurance card, driver's license, passport, resident card, and bank account number. The documents of payments transferred to your bank account are needed from June 1st through August 31st. My Number card holder can apply it online, email address of the Yomita Village office, info.taisaku@yomita.jp. Non-resident of Yomita Village, contact your respective municipal offices under your basic resident registration. Thank you. 以上、読谷村からのお知らせでした。やっぱり、UQTV ね。さあ、皆さん、万博広場ご存知でしょうか？地域の拠点である公民館などを活用して、放課後などの子どもたちが自由に過ごせる場所、そういったところで人と人とのつながり合う地域づくりを目指して取り組んでいます。地域の公民館などで、また学習したり遊びやおしゃべりの相手をしたりということで、本当に子どもたちと自然と関わりをするのが活動内容となっています。そこで皆さんに募集です。こちらはわんぱく広場の見守り隊として令和3年の3月頃まで週に 1、2回、午後3時から午後5時頃まで、対象者は村内在住の18歳以上の方、報酬は基本ボランティアの方となりますが、1時間790円の謝金があります。お問い合わせは読谷村教育委員会障害学習課098-982-9231までお問い合わせください。 UQ TV 新型コロナに勝つぞ、絶対負けないぞ、エイエイパワー。さあ、今日ご紹介するのはですね、こちら、はい、おばあちゃんとお家でボーリングということでご紹介していきたいと思います。ほのぼの動画見てるだけでね、癒されますよ。それでは VTR スタート。今おばあちゃんの家に来てるんですけども、なんとですね、今日はある子として遊びたいと思います。じゃあ見てもらいましょうじゃん、じゃんじゃん、ボーリング、ボーリング、おばあちゃんボーリング好きね。昔行きよったよ、キュッタ。おじいさんだって言ったよ。じゃあ今日はばあちゃんにボーリングをしてもらいたいと思います。今日はね、この今映像でお届けしているのはおばあちゃんとお家でボーリングをしている様子。新型コロナの影響もあり、おばあちゃんとお家で何かして遊べないかと思い、小さい頃に遊んでいたボーリングセットを使って遊ぶことにしました。さあ、ここからおばあちゃんが投球しますよ。ちっちゃいボールですね。それでは
第1投目投げますよ。よーいドーン。さあどうでしょうか。あ、橋の、はい、ボーリングのピンが1本倒れました。続いて2投目、さあどうでしょう。お、6本倒れましたね。さあこの後はどうなったんでしょうか。さあお家にボーリングのピンがなくても空いているペットボトル容器でも代用して遊ぶことができると思うので、ぜひ一度試してみてはいかがでしょうか。さあお家にねボーリングセットがあるというのを見たらなんとなく私もしたくなりましたので、ちょっとペットボトルなどを利用してやってみたいなと思います。さあいろんな遊び方がありますね。なんとなくほのぼのしました。 YouTubeTV FM 読谷プレゼンツ母の日特別企画、お母さんの絵コンクールご紹介していきます。さあ今日ご紹介するのはこちらのお写真です。はい、まずリュウト君12歳、今まで育ててくれてありがとうと、やはり12歳しっかり絵が描かれています。真ん中シュウスケ君6歳、こちらはね電車と折り紙ということで色とりどりに描かれています。続いて小春ちゃん10歳、そしてケイスケ君8歳、いつもありがとうということでお母さんへ、いつもご飯作ってくれてありがとうということで掲載されています。皆さんたくさんありがとうございました。 FM 読みたんでは皆さんからの取材依頼なども募集しています。 FM 数字の786アットマーク FM 読みたん .co.jp、 またお問い合わせは FM 読みたん098-958-7860、 皆さんからのお問い合わせお待ちしております。勇敢的インターネットテレビ情報番組勇敢 TV、 読谷村の一日の情報をどこよりも早く勇敢 TV、 イベント、おすすめスポット、おしゃれなカフェや学校行事、スポーツキャンプ情報などなど、村内の方はもちろん県外からの訪れる観光客もこれを見れば読谷村の情報丸わかり。月曜から金曜午後6時は勇敢 TV。 私たちが毎日勇敢 TV をお届けしています。見てね。お伝えしよう、 AV センターとは最新ニュースや地域の身近な話題を届けるための放送局、通信システム、番組制作を支援する映像音響制作機器、各種教育音響機器、会議用機器装置、もちろんメンテナンスも万全。分かっていただけただろうか。私の仕事、沖縄科学 AV センター。大型 LED ビジョンなら沖縄科学 AV センター。美しい映像、ダイナミックな演出、今までにない感動を体感できる映像配信者、メディアランナーもお任せ。大型 LED ビジョンなら沖縄科学 AV センター話題はいかがでしたか。来週はどんな読谷村が待っているのか、次回の放送も楽しみにしててくださいね。それでは皆さん、また来週。この番組は株式会社沖縄科学 AV センターの提供でお送りしました。